ジョン・ブルは1831年9月15日にアメリカで運転されたイギリス製の蒸気機関車で1981年にスミソニアン協会によって運転された世界最古の走行可能な蒸気機関車であるロバート・スティーブンソン社によって製造されたジョン・ブルは当初はニュージャージ州で最初の鉄道であるカムデンアニー鉄道でジョン・ブルに1号の番号と 最初の名称であるスティーブンスが与えられた。C&A では1833年から1866年に保管のために移動するまで運用された。1871年に C&A の資産がペンシルベニア鉄道に買収されたとき、PRR は復元して数回公開展示を実施した。1876年の建国100周年の フィラデルフィア万国博覧会と1883年の鉄道博覧会で展示された。1884年にスミソニアン博物館が博物館の主要な産業分野の展示品として買い取った。1939年にペンシルベニア鉄道のアルトゥーナ工場のコインらにより胴体レプリカが製造された。スミソニアン協会は下の機関車を 運転可能な環境で維持した。42年間は生体保存で展示され、スミソニアンの理事会は1981年の150周年に火を入れたことにより、世界最古の運転可能な機関車になり、現在は実物のジョン・ブルはワシントン DC のスミソニアンの国立アメリカ歴史博物館で生体保存でもう一台の複製の方は、 ペンシルベニア鉄道博物館で展示される。1831年のジョン・ブルと列車1887年にアイザック・ドレップスによって描かれた。ジョン・ブルはイングランドのニューカッスルでロバート・スティーブンソンカンパニーによってニュージャージー州で最初に建設された鉄道であるカムデンアニー鉄道のために製造された。イギリスからアメリカへは船舶、 アレゲニーによる大西洋経由の船便で送られ、分解した機体を木枠に入れて輸送された。C&A の技術者のアイザック・ドレップスは、機関車を再組み立てした。機関車を組み立てるための図面や説明書は含まれていなかったので彼の能力に依存して組み立てられ、1831年9月に初めて運転された。1831年11月12日に、 ロバート・スティーブンスは速やかに、ニュージャージーの政治家たちと地元の名士たちを招いて、試乗会を実施した。その招かれた人物たちの中には、ナポレオンの甥いであるプリンス、ムラットや彼の妻で、アメリカで最初に列車に乗った女性となるために急いで、乗車したキャサリン・ウィリス・グレーも含まれた。機関車は、鉄道が完成するまで保管された。 馬車によって建設工事は1833年まで続いた。C&A では彼らの最初の機関車軍に番号と名称の両方を与え、この機関車には一番と名称のスティーブンスが与えられた。しかしながら、機関車の通常運行に入ると機関士たちはそれをイングランドを擬人化したジョンブルにあやかってザオールド・ジョンブルと呼び始めた。その後、名称は略されて、 ジョンブルになり幅広く使用されるようになり、元のスティーブンスの名称は使用されなくなった。1836年9月に、ジョンブルはハリスバーグの運河によって運搬された2両の客車を牽引して、最初にそこで運転された機関車になった。1877年に描かれたジョンブル。運転室と煙突の幅が広いことに注意画像は、 国立歴史博物館の収蔵品で許諾を得て、使用アメリカオンザムーブ。スティーブンソンは、元は、車輪配置が0から4から0の機関車として、製造した。機関車の動力は、ボイラー下部の2組の先はと、前輪軸の前方間に備えられたピストンから、同軸に伝達された。これらの内側シリンダーの主連棒は、前輪軸に伝達するための2車軸の間に、備えられる。 連接棒を備えた後部のクランク軸へ接続された。製造されたイギリスとは異なり線路状況が劣悪だったので機関車は頻繁に脱線した。C&A の技術者たちは曲線通過時に機関車を案内するために先代車を追加した。先代車の機構は2組の手動輪管の伝達を不要にして後部のみ駆動した。ジョンブルの車輪配置は4から2から0になった。 あとに C&A は同様にパイロットを仙台車に追加した。カウキャッチャーの角度は機関車の前方の軌道上の動物と障害物を這い、触りする角度に組み立てられた。機関車の乗員を天候から保護するために C&A は同様に壁と屋根を追加した。C&A の工場の作業員たちは同様に安全のためにベルト全消灯を追加した。 入れ替え機として数年間運転された後、定置ボイラーとして使用され、1866年にジョンブルは引退して、ボーデンタウンで保管された。運用の終わり頃に、機関車は用水用のポンプや製材所の動力として使用された。C&A は、その後、間もなく、ユナイテッドニュージャージー鉄道運河に編入され、1871年に、 ペンシルバニア鉄道に買収された。PRR はこの古い機関車を展示会で展示することになり、フィラデルフィアで1876年に開催された建国100周年のフィラデルフィア万国博覧会で展示された。PRR の工場の工員たちは余暇で機関車を修復した。煙突は外されて金属製の直線上の管に交換され、運転室の壁と 屋根は外された。PRR は1883年に再び機関車をシカゴの鉄道博覧会で展示した。1885年にスミソニアン博物館は PRR からジョンブルを博物館で最初の大型機関車の購入として購入した。オリジナルのジョンブルはワシントン DC の国立アメリカ歴史博物館で展示され、 1939年に製造された複製のジョンブルは2009年時点で運転可能な状態でペンシルベニア鉄道博物館で展示される。国立アメリカ歴史博物館で展示されるジョンブルペンシルベニアで展示されるジョンブルの複製機。ありがとうございます。